幸せへの直行便に乗り換えるなら近階塾。はい。今回からね、星の並べ方が変わってますけれども、はい、今回は時刻土星、五王土星、八拍土星、土星シリーズですね。土。土の人たちなんですけれども、うん、地数系列と言われる人たちのグループです。はい、うん。この方たちはもう愛の人々なので、うんうん、本当に自分も人も一緒だ。 自分も大事相手も大事っていう土の人たちなので何かね自分が食べたりとか買ってきたりとかする時に常に家族の分人の分っていうものを準備するというような傾向があるね。ただその場合また一泊四六七席と違って相手がどうだっていう視点はなくって相手の好みも聞かずに自分がお茶を飲むなら。 この人も飲みたいだろうということで、うん、好みも聞かずに買ってくる、うん、好みも聞かずにみんなの分用意するというようなことはあ,りまあるかもしれない。そう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 。だから自分がコーヒーが大好きだから <laughs> コーヒー美味しいコーヒーをとか、自分がねパン食べたいと思ったらパンをっていう風であ、もしかしたらおにぎりが食べたい人もいるかなって思うのは人数系列の人たちなんだけど、もう自分がパンかなっていう風に思ったらもうパンをたくさんもうみんなにもとか本当にね気前がいいよね第一を担当するね時刻だ。 たりとか豪だったりとかって言ったら発泡はまあ山だけどそこにはさ草もいれば虫たちもいればもうみんなどうぞっていう風で何こぼしたとしてもね水も吸収油も吸収ってそして再生させていくっていう死んだものを再生させていくようなまあ、大地っていうもののねそのエネルギーというか働きっていうものがあるのでみんなをどうぞどうぞっていうこの許容量というか太っ腹の大きさっていうかねそういうものはすごいだから差し入れ持ってきてくれたりプレゼント持ってきてくれたりっていう 好。 本当にね愛の星だなあっていうのを感じますですからそういう指数系列土、ねうん、の人たちが準備してくれたものが、うん、好みと違っていたとしても別に今、うん、お茶じゃないなカス、うんまあ、コーヒーが良かったなって思っても、うん、まあ一応それを受け取るのが大人の対応ですね、うん、そう,そうなんか大変だったよねこれだけっていうようなその過程を認めてほしいっていうところがこの人たちにはあるんですよねなのでその人柄を褒めてほしいという 47の人数系列に比べてその人に頼んだらこんな結果になるのねっていうそこを努力であるとかその人の今までやってきた過程であるとかそういうところに注目をしてほしいっていうのが、まあ、地数系列なので元気ですよねとかっていうふうに言われても全然嬉しくない星ではあるのでお前ふざけてんのかっていうふうに言われますからルックスとかねそういうようなところをね褒めたりなんかしても全然この地数系列の人たちは無 頓着なのでんこんなみんなのためにこんなにたくさん買ってきて重かったですよね、うん、ありがとうございます、うん、みたいな感じがいいそうそうですねただ本当にあの土の人たちは自分基準なんで、うん、身近な人でね、うん、いやこれじゃなかったんだっていうふうなことを要望を言っても構わないわけですよ、ねうん、そうですそうです先にねリクエストがあればすごく助かりますなのでこういうものを用意してほしいんだとかっていうふうに言われていたらそうすればいいんだなっていうふうに思うのでそこがまたあの、うん、人数系列の人たちと違うと思うんですねそうで、ん、す 数系列の人たちは自分の調子が間違ってたっての傷つくんですけれども、数字の人たちはあコーヒーが良かったわとかっていう風だったら次コーヒーにしようみたいな感じになそうでそうですことですね。うん、す当たり前と思わずに苦労をですね。認めてあげるっていうことが指数系列の人にには大事かなっていう風に思います。 ですから、まあ、人の分まで準備するのは当たり前の土の人たちなんで、うん、あ逆に、うん、自分だけ食べるとか信じられないわっていうのはそうなのよ,よ、ね、反対に反対に <laughs> なんか「え自分だけ?」みたいな感じになると心がね <laughs> あのちっちゃいというか狭いっていうふうに判断してしまう目も持っているのがこの人たちなのでその人たちの前では気をつけた方がいいかなっていうのはもちろんありますはい10月の運勢まいりましょう。はい はい、時刻土星の1月の運勢ですはい白く、はい、木星の上に乗っていて半分破壊札がついていますただこの白く木星のところというのはもう陽運期でとても運勢がいいところになっていますのでまあ時刻の人はね今もう周りの人たち見ても活躍すごいですね,元気ですね飛躍してます,元気,す、ね、元気です元気です本当に朝から晩まで忙しいしまあ時刻の人たちは自分のね好きを知っていますからねそれで大活躍して いますし遠くのところに行くといいよっていう風なので声かけられてもういろんなところにね東奔清掃している時刻さんが多いんじゃないでしょうか。 では閉じこもっていてはダメということですね。ダメです、ダメです。もう家の中にいたらダメですよ。声かかってきたら、日本全国どこへでも動いちゃっていいかなっていうふうに思います。じゃあ信頼する上の人からの助言や指導も大切にしてくださいということなんですが、うんうん、はい。この時期ですね、やっぱりま自分でどん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 動いていってしまうと破壊がねあのかかってしまうかもしれないので、ちょっと手前のところでこれで大丈夫かなっていうのは信頼できる人にアドバイスをいただければ破壊の心配がなくなると思います。またその関係。 うっかりすると悪評が立つというのがありますけれどもそうなんですよね上り調子になっている時っていうのは謙虚さを忘れて傲慢になりやすいですよね駅の家で言えば地風症ですので登っていけば登っていくほどもう地面とね離れていってしまって風がねいい噂だけではなくていい噂二割あったとしたら二割は悪い噂も立つんですよなのでこれはねどうしても陰陽の法則としてしょうがないので悪い噂が立ちやすいのでもうそういったところを 足を救われないように気をつけておけば大丈夫かなというふうに思います必ず誰かにね見られていたりしますし自分がやったことないことでも噂っていうものは立ちますよねで、そんな時に落ち込んでしまったりするのももったいないので運勢がいい時には出る釘は打たれるもう出過ぎた釘はもう届かないみたいな感じになるので思いっきり地風症でね登っていただくのは OK ですそんな時刻土星の開運法を教えてください白くの上にいますのでぜひぜひ遠くまで 秋ですのでねおみ狩りに行ったりとかいろいろなところに旅行に行っていただくっていうのもいいと思いますぜひぜひウォーキングをしてみてください歩くというねことがとても開運法になると思います、えー、それでは豪雨土星の10月の運勢ですはい、雨土星はもう今年本当 本当に運勢がいいですよね。もう元気なご応。勢いありますね。勢いがあります。もうだからご応には本当にもう何も言わなくてもいいっていうぐらいもう絶好調なんですよ。でもごでもね二つに分かれるんですよね。絶好調のごはどういう号なのかっていうと、筆跡の上にありますよね。その10月っていうのは三、く、損というふうになりますから、損をすることで利益を得るという、もう自分からどんどん決まる 大盤、ね、振る舞いお金だったり知恵だったり物だったりいろいろなもので普段からたくさんのものを与えているご欧の方は運気がいいんですよもう止まらない勢いがすごいですね差し出していくというか、ね、差し出していくんですもう自分のものをどんどん差し出すっていうのがこの毛のね損をするように見えるんですけれども損して得取れの世界これが開運の秘訣かな孝さんのっていうふうに思いますチャーミングに対応ということなんですね はい、今日頑張りないことで有名なゴール星。そうなんですよ。どね、五ー土星っていうとね、一見ね、ぶっちょうず ちょっとね、何にもしてないと怖いかなって言って近寄りがたいっていう風に言われたりします。この勉強を長くやっているご恩の人はとっても明るくて愛嬌があると思います。まあ、ごの人っていうのはね、笑顔一つとっても負けたっていう風に思うぐらい出し惜しみしちゃうところがあると思うんで、ぜひもう開運法として愛嬌、ね、飲み会に行ったとしてもお次しますみたいな感じで笑顔をね、振る舞うっていうところは開運法の一つかなという風に思ったりします。相手の願い,を叶い 人のサポートをするうん、うん、それだけの能力がありますからねなので自分がね実際知っていることもこんなの当たり前と思ってると思うんですよでも実際それって他の人はあんまり知らないことだったりするので自信を持ってサポートをしてください鑑定であったり講座教えるでもいいですし自分が何か知っているようなことをやると喜ばれると思いますのでどん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 それをね出していかれたらいいんじゃないかなというふうに思ったりいたします、はい、それではご都政の、うん 対応法を教えてください、はい、ゴード星の人はですね、まあ、チャーミングに対応するっていう話が先ほど出ましたので何かちょっとした時には笑顔愛嬌を振る舞うっていうようなところですね。 はい、五王の愛嬌ね笑うと可愛い,いから <laughs> 五王はもう絶対その魅力に気づいてほしいなっていうふうに思いますはい、はい、それでは8拍、はい、八拍、はい、はですね残念ながら冬の時期を迎えております一泊の上貫入というところにあります穴に落ちています で、この時の毛は山水毛と言いますね。もう山の中のね、水たまりみたいなところにこう足を突っ込む手前のところなんですよ。なので行ったらもう不毛地帯ですっていう感じなので行けないっていう風です。まあ八白は五さんもあってね、行けないっていう風で止まってなさいっていう風で今年は結構進みたい八白にとってみれば止まりなさいって言われることだけでもストレスですよね。入になっったらもっととスストレスでイライララしちゃうといういか、どうし したらいいのっていう風に落ち込んだりネガティブな気分になって病気になったり風邪をひいたりなかなか治らなかったりっていう風なところになると思います風邪や持病の悪化など弱いところに注意ということ、ね、そうなんですよねそれが貫入だからですねそうなんです貫入だからですだからもう本当に弱った時には休むのが一番ですよねそんな時にね動いたら冬の時期なのに氷が張ってるところを走ったらスルンと滑って怪我しますよねもう体も動かないのでギシギシですよねもう準備 運動動してからいいいた方がいいですよねなのでこの時期は冬の時期なので積極的に動かなくて休む方がいいんじゃないかなというふうには思ったりします睡眠をよくとっていただいて自分に向かうという意味ではヨガだったり瞑想だったりっていうようなものもいいと思います特にね八白っていうのはねイライラしてしまうと人を責めちゃったりとか愚痴をこぼしたりとかっていうふうになるんですよ。見えてしまうとととこころろが結構ネガティブなところです不満をためやすいいちょっと前ぐらいに歌舞伎役者さんの人で そんな人がいましたよねストレスを溜めて暴力に行ってしまったりストレスを溜めて不倫に行ってしまったり真面目な人が多いんですよ八白はなので自分の弱みを見せないように隠そう隠そう隠そうって言ってどん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 それをね隠してしまってある時噴火のようにバーってねギャンブルに走っていったり飲み過ぎになっていってしまったり女の人に走ったりみたいな感じになるんだったら。 その手前のところでストレスを解消するには、ある意味自分に向き合う。例えば、華道であったりとか、柔道であったりとか、日本には何かの道っていうね、ついたものありますよね。自分に向き合って、自分の弱さというようなものは悪いものではないんだということにして、自分がそれを認めて受け入れる。まあ、そうした学びをね、始めてもいいんじゃないかなというふうに思ったりします。道を極めていく いいいと思いますね弱みをなかなか出せない八白土性の人というのはまあプライドが高いというふうに思います。うん 弱みをさらけけ出すこととは負けと、うん、そうなんですよで自分の弱みとかは恥ずかしいと思って外に出さないんですけど今時代はですね自分の弱みとか恥ずかしいって思うことをあえてやることになったら他の人たちにとっての勇気につながるっていう時代なんですねなのでそれを隠すのではなくてあえてそれをさらけ出してしまうことによって共感を得てあの人がそんな風なんだったら自分にもできるかもしれないって案外ね自分だけなんです 恥ずかしいと思ってて他の人はねそれが目当てであなたのそこが良さなんですっていう風にしてファンになってくれるっていう不思議な時代がやってきてるんですよ愚痴は聞きたくないけれども、うんうん、弱みをさらけ出している姿は見たい見たいんですよそうなんかメイキングだったりとか失敗だったりとかっていうものが面白いっていう風に思えるですよねこの youtube なんかもバックステージのね実際は吉野ちゃんとのその打ち合わせの時期が一番こうねその時間 っていうのが面白くてクラブハウスで配信したいようなところでもあってみんながそんなところの方が聞いてみたいっていう風なんですかしこまってこのねマイクがあって照明があってっていう風だと喋り方も構成を気にしてなんてなるんですけど実は発泊はそういうところを気にして形をちゃんとしなきゃとかっていう風に思うんですがそれがないところも 実は魅力だったりするので発泡の人はぜひ自分のね弱みっていうようなものを愚痴にするのではなくてそこに弱みがあるんだったらそれと同じだけの強みがあるのであなたに当たっている光の方を見てその強みを築いてほしいなと思いますではそんな発泡土せのタ、うん、イムを教えてくださいはいこの時期はですねもしかしたらその自分にとっての何かっていうものがわからないんであれば周りの人に聞いてもらうといいかなっていう風に うふうに思いますもしかしたらノートに書き出すモーニングノートっていうものもあるので自分がいろいろとこういうふうに思ってるんだよっていうつれづれなるままにということでブログなんかをしてもいいかもしれないですよね書くことによってツイッターでつぶやくことによってこんなの誰か面白いと思うかなって思うようなことがバズるかもしれません twitter ブログ youtube 何かか新しいことを始めてみてみはどうですかちょっと柔道とかねあ<ー>無理なんで。うん、あの柔道は今から ちょっっとととと柔道てう思う、ねまあ、瞑想かかヨガとかう、うん、そういうものでもいいですよね。ね自分に向かうっていうようなこと、神社巡りでもいいし、何か自分に気づくのにおみくじ引いてみたら、あ、自分へのメッセージだったってあるし、ヨガや瞑想をやると頭の思考がストップするので、結構ね、このストレスでもやもやってなっていたようなものが、あれ、何だったっけっていうふうにね、発白はね、すぐ忘れちゃうので、そんな形でヨガとか瞑想なんかもいいと思います。 今日も視聴いただいてどうもありがとうございました。次回は三匹六泊九死の方をお届けしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をしていただいて特典と書いて LINE 公式の方からチャットでお送りください。ありがとうございました。